お祈りをありがとうございましたカンボジアチームが、えー、っと金曜に帰ってきたので証しをしていただきたいとこういうふうに思います まず一言お祈りさせていただきます。神様、この赤字の時はありがとうございます。身心の証しをしていくことができるように助けていってください。イエスさん、お名前を通してお祈りします。あめ。えっと、先週の金曜日、おとといにカンボジアチームから帰ってまいりました。<laughs> えっと、僕はカンボジアはだいたい4回目ぐらいなんですけれども、あの今回は。 街の様子がだいいぶ変わってるなととうことを強く感じました、えっとカンボジアに初めて行った時はですね道路も舗装されていなかったりさら地が結構多かったりしてですね、あのー、また道に野良犬とかが結構いて僕はちょっと犬とかが苦手なので街歩く時もちょっと怖かったりしたんですけれども、あのー、全然その野良犬とかもいなくて整備もされていて、あのー、また大きなビルとか建ってたり。 あのイオンとかもできてたりですねあの全然違うななんていうことを感じましたで初めて行ったのが5年前か6年前ぐらいだったのであの6年間で街はすごい変化していてですねで、まあ、6年もたてば子どもたちも全然大きくなってるわけですねで初めて行った時はあの その子供たちと結構遊んんだりしたんですけれどもあの結構取っ組み合いとかをしてで、まあ、その時は僕は2223歳だったので10歳ぐらいの男の子たちに負けることはなかったんですけれどもその男の子たちがですね今回あの17歳ぐらいになっておりましてで一人ビスナっていう男の子がいるんですけれどももう格闘家みたいな体型をしてるんですね。腕とかも丸太太みたいに太くて 太ももとかもなんかこんなの見たことないってくらい太くてですねあの、まあ、その子と今回も毎回その子とあの相撲を取ったりするんですけれども今回も全然叶うわけがなくてですねぶっ飛ばされたのを思ってます <laughs> 覚えています。 すごいい成長してきていてき、ね、個人の敷地も少し狭くなってきているといったようなあの現状があったりするみたいです。うん、であのカンボジアの,あの,その子どもたちが今度進学したり就職したりする中ですねカンボジアの就職事情っていうのも、えー、変わってきてるようでして。 えー、外資が入ってきてそこにみんな就職しようとするんですけれどもその時に必要なのがなんか証明書みたいなものなんですであのー、結構いろんなところでバイトしたりボランティアしたりあと就職訓練校みたいなところに通って、えー、と集めてきたそういった就職なんていうんですかねその修了書みたいなのを集めてそれをこう束にして持って行って就職 をしていいくといったような,なんかシステムになっているらしくてですねあの高校を卒業したとかその後すぐに就職といったのは結構難しいような状況になっているということでですねあの就職したり進学するための援助の必要性があるまたあの個人も狭くなってきているので新たに別途を作っていくような必要性があるというのが結構あの急務で あるようでしたで今回はですねあの今度カンボジア国人がテレビに出るので、えー、そのテレビに出た後の対応として、えー、うまくそういった部分をアピールできるような映像を作ってくるというのが一つのえっ、ー、と一つのしご仕事でした。で それに携わらせていただくということが僕にとっては非常に嬉しくてですね何しろそのカンボジアの個人の子どもたちには結構思い入れがあるものですからあのその子どもたちが自立して生きていくためのそういった働きに携われるということはあの本当にに神様に感謝だなといないうことを思いましたもともとカンボジアに行ったのはですねあの僕はあのスノーボードがすごく好きでお金を一生懸命貯めてですね あのカナダかニュージーランドにスノーボード1ヶ月しに行こうと思っていたんですねでもう行くぞと決めて、えっと、行く数ヶ月前ぐらいにですねあの一応両親に行っとかなきゃいけないと教会休むしとか思ってで向こうで教会に行くからいいでしょっていうようなそういう話をしようと思ったらですねあのなんかすごい勢いで脅されてしまいましてあの。<laughs> 僕はお化けが苦手なんですけれどもあの母親が僕がその話をした次の日にあの夢でなんか外人の白人の女の霊が出てきたとか言われましてなんかそんなに言われるんだったらとか思ってなんかその4五5 0万かかるやつだったんですけれどもそんなにお金払って白人の女の霊に脅され続けるんだったら。 行かない方がいいかなと思って、でそのお金どうしようって言った時にあのカンボジア個人に行くっていう話が出てきたので、まあ、これも神様の一つの導きだったのかな <laughs> ということを思いました。で、まあそれは余談なんですけれども。 それとともにですね今回教会形成といいう意味合いでチームはれてきましたあのそれで皆さんあのご存知かと思いますけれども前田宣教師が、えー、東京アントラキ教会のオンラインの副牧師になられたということででカンボジアの教会がスタートしましたでその日のデボーションかその前日のデボーションだったかちょっと覚えてないんですけれども第一手モての3十章15章あ3章15節ですねえっと。 ちょっと読みさせていただきます、えー「神の家とは生きる神の教会のことでありその教会は真理の柱また土台です」というところがデボーションでありまして、あのー、すごいタイミングだなということを感じたとともにですね確かに、あのー、個人の子どもたちにとってはもうまさに、えー、教会が自分の家になっていくっていうような 彼らにとっては教会が家になってです、ね、あの先ほど自立していくための働きに携われることがすごいありがたいというふうに言ったんですけれどもその自立した後も教会があれば帰る家となりますしもしくはそこで子どもたちが何か証明などを受ければです、ね、送り出す家となっていくのかなということを感じましたまさにその石津の石個人っていう名がぴったりなんだなということをとても感じました。で 個人的に示されたこともあってです、ね、それはあのもの第一手モての6章6節から7なんですけれども「<coughs> しかし道足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です私たちは何一つこの世に持ってこなかった島と何一つ持って出ることもできません」というところなんですがあの個人の子どもたちはあの遊んでると普通に思春期の,あの子どもたちですね、あのー 全然普通なんですね。で楽しく遊んでたりするんですけれども、あの礼拝の時、みんなあのこぞって一生懸命賛美していてですね。178ぐらいの時、あんなにあの賛美するってのはすごいなということをそう感じました。えっと自分は17。8の時はあんな風に賛美してなかったと言いますか？あのー、そうですね。そういったところでなんかすごくピュアさを感じて。 いいいいなあなんていうことを思いましたそこであの一つ感じたことがあってですねあのただ信じるっていうことがすごいどれほど大事なことかとあの信仰とは何ぞや愛とは何ぞやなんてことを考えたりもあのすることはあるんですけれどもそういうことではなくてただ自分が神様を信じるっていうことがすねすごく大事でそれがあのすごい恵みであるということがですねあの改めてといいますかやっとといいますか腑に落ちてきたように 思いました、えー、以上ですこの明日の時はありがとうございます皆さんとお願いいたしますアーメン 一言お祈りします。愛イス先生様、あなたがこの証の時導いてくださっとありがとうございます。どうぞ語るべきことを語っていくことができますように導いてください。イエスキリストの名前を通してお願いします。めん。えー、皆様鳥なしのお祈りありがとうございました。本当に無事に守られました。本当にありがとうございました。えー、私はですね、カンボジアに行くのは実は3年ぶりに2度目なんですけども、えっ、ー、と三年前も実はちょっと映像を撮るということがありまして、それで行ったんですけども、今回ですね。 えと映像のことでして言えばですね大きく違うのは前回は本当にいわゆる民生機普通の,あので電化製品で売ってるような、まあ、ちっちゃなソニーの、えー、ハンディカムっていうカメラとあと一眼レフのカメラっていうその2台で行,く行ったんですけども今回はですね、えー、ともういきなりそのクワッドコプターが入って。 それで XF っていう、今、街道で使ってるこの大型のカメラ、それとクレーンを持っていくことができて、それにその一眼レフのカメラをまあ私も含めて3台ですね、全部そんだけ持っていくことができたんですね、そして前回、2人で2名で行ったんですけど、今回、3名で行くことができました、それだけですね、いろんな角度からいろんな形で映像を撮ることができるという、この3年間の変化っていう、この映像部の変化っていうのにちょっとですね、最初、まず驚きまして、改めて。 ああそうだったなと思いました。 それでまあ今回は、ですねその映像はあこの個人の必要なものとかですねこれからの、えー、個人に向けてのこのアピールというところで、えー、撮影を行ってきました。えー、確かにですね3年前とはいえど子どもたちがですねもう3年もするともうやはり大きくなってきてますね、それで、えー、その中でやっぱり前も手狭だということで、えー、そういうことを言ってたんですけども今回、さらにですねその手,手狭感っていうのは明らかにあるなというふうふに思わされました。えー、それでその その中に伴ってくるその進学のこともちろん生活費のこととか進学とかがこの学業の部分のまあ費用とかですね実際的な支援の部分とかあとそれとこれからのこの社会に出てくるためのこの就労するためのこの学ばなければいけないっていうその道とかですねえそういうところに対するこの必要性っていうのを本当にこう必要なんだなっていうことを身をもって感じることができましたで今回はそのことを中心にですね映像を撮ってきたんですけども それとはです、ねこのえーまあ、大学に行くという進学ということもありましてでもうです、ね、やはり、えー、だんだん皆さん大人,大人になってきているので、えー、そ,のそのぐらいかの大学生ぐらいからまた別の部分で生活させた方がいいのではないかという、えーまあ、あの前田副牧師の お考えもあるというか、まあ、それももちろんあの神様から来ているものだと思いますけども、そういうあの部分で見に行くこともあったんですね候補地をですね。その中でやはり何ですかねこのこのカンボジア個人を通して本当にこれからの個人の雛な形でまあもちろん予言でも出てますけどもなっていくんだなと思わされました。なんか一つ一つのその 起きている問題というか、これから解決しなければいけないことというのが、何かこれからの他の個人だったりとか、もちろん、教会を設立していくというこの流れでしたりとか、そういうの、なんか一つ、本当、ひな型になってるんだなということを、すごく思わされました。 孤、えー、児たちにですね、えー、ある6グループの方々が、このメッセージの映像を見てもらったりとか、あの送られたんですけども、すごく子どもたち喜んでいましたし、なんかまたそれをうちらがまた今度は、えー、川合市のビデオメ,メッセージというか、レターとしてですね、また撮影することもできましたし、何かこれから本当に、えー、この孤児たちが、この個人がすごく大きく持ち上げていくんだなということを感じました。それででですすねね個人的にはです、ね えまあ、今回の派遣中にはあの、えー、思ったことはですねあの、まあ全まあ、このカンボジアっていう国がまあ以前昔そのポル・ポト政権っていうのがあってすごく悲劇的な 歴史があったとっいうことをすごく思ってはいたんですけどもで今回その中で途中でこのイスラム国の問題がこのこのあったんですけどもそれを現地で聞かされましてなんか本当にこれからのこの私たちの役割っていうことの重要性っていうんですかねそういうものをなんか改めて深く考えさせることがありましたこの派遣においてですねまだなんかこれからまた振り返るときにまたさらにいろんなことをなんか語りかけ入れられるようなまたこれから の、えー、この働きにおいてすごくポイントとなった派遣だったのではないかなというふうに思わされています。じゃあこれでお祈りお祈りします。愛イセン様あ、この証の時ありがとうございます。感謝してイエスキスの名前を通してします。メーン。 皆さんおはようございますサックスのサラです、えー、今日はどんな嵐の中でも賛美していきます